が霞む、眩しい白内障、視野が狭くなる、眼圧が上がる緑内障、まっすぐなものが歪んで見える加齢性黄斑変性症、皮膚炎症、網膜剥離、いろんな目の病気でお困りの方たくさんおられます。目の眼病の原因は1つ老化、2つ活性酸素、3つストレス、もう1つは目の血管の目詰まりだと言われております。いくら点眼しても目のサプリメントをたくさん飲んでも目の中に行かなければ効果はありません。現代人は非常に目を酷使しております。近くを見るとテレビ、新聞、雑誌、パソコンもそうなんですが、近くを見ると目の筋肉は硬くなります。遠くを見ると伸びます。家で、職場で遠くを見ることまずないですので、近くを見て何時間も作業を続けていると眼球がカチカチに硬くなってきます。眼球が硬くなると自分自身の目の玉で自分の目の血管を圧迫します。グッと押さえつけると目の血管の穴が狭くなって目の中に栄養が行きにくくなります。その時に目の眼病の発生悪くなっていきますので、目の血管の詰まりを取らなダメです。そこで漢方薬の理論、肝臓の肝、肝が目を助ける、肝臓が働いて目の栄養分を分解して目まで運ぶ役をしますね。そして眼球を柔らかくする、目の中の血液をの流れを良くする、目の血管の詰まりを取る漢方薬、そういった漢方薬を探してきて、私の、新しい、産教シリーズ、栄養機能食品シリーズに、漢方と健康食品を融合さす、そのために、漢方薬を用いております。